京阪2400系電車は、1969年に登場した京阪電気鉄道の通勤系電車。製造は、川崎重工業兵庫工場。モノコック構造の、いわゆる、卵型電車系列群の一つで、2000系の急行用2200系に、さらに改良を加え、関西の鉄道事業者では初めて冷房装置を搭載した通勤用車両である。 1969年と1970年に7両、編成3本ずつの42両が製造された。2200系に続く造備並びに0 0 0系の代替として1969年に登場した。2200系をベースとしながら、冷房装置を搭載した設計で、1968年にロングシートの通勤車である KO5000 系に、冷房車が登場したのに続く、 関西地区の通勤系車両では初めて冷房装置を搭載した車両となった。1969年と翌1970年に7両編成3本ずつの計42両が製造された。営業開始は1969年12月であったため実際に冷房装置を営業運転で使用したのは1970年5月15日が最初となった。 ほぼ原型の軽半2400系車体は2200系と同じく構成で全長18.7メートルの両開き三扉車である。前面のデザインは前照灯にシールドビームが採用された点、微灯、標識灯も丸型から四角い形に変更されている点が2200系と異なっている。2200系をベースにしているため性能的にはほぼ同じである。 制御装置は東洋電気製アッコット FH4155 から576バイトで発電ブレーキ付きの抵抗制御エアーブレーキも HSCD である。河川電圧の6 0 0トから1 5 0 0トへの昇圧を当初から前提にしており、電装品は昇圧に対応した副電圧仕様のものを使用していた。2200K から変更箇所として 冷房装置の搭載が挙げられる。冷房装置は分散式小型ユニットクーラープー -1509A を屋上に1両あたり8台搭載している。1969年度に製造された前期の3編成と1970年度製造の後期の3編成では冷房装置の外観が異なっており、後者は角が丸くなっている。 冷房用の大容量電動発電機が搭載されたことを活かし、その三小交流電源による容量の大きい暖房装置が取り付けられた。2400系には導入当初、出力79馬の電動発電機が2450型には2台、2450型と2550型には1台ずつ搭載されており、空気圧縮機は電動車に1台ずつ搭載されていた。 KS76A 型エコノミカル台車写真は5000、軽用台車は、電動車は KS-76A、付随車、制御車は FS-337E に統一されている。パンタグラフは、一時車は、菱型の PT-4202C が搭載されたが、二次車は、下枠交差型の PT-4805A が搭載された。 下枠交差型パンタグラフは、京阪で初めて採用された。本系列は、京阪では初めて運転台付きの電動車がなく、主電動機は中間車のみに装備されている。これにより、編成は中間に運転台を持たない7両の固定編成となった。これは、通勤客の増大により収容力を増やす必要があったためと考えられている。一時車は、 竣工当時、正面に成田利古式の貫通ホロを装着していたが、固定編成であり分割併合の必要がないため、京都型は1970年代初頭、大阪型戦闘車については1970年代後半に撤去された。二次車は側面方向膜を準備された状態で竣工した。また、営業開始後に列車無線装置が追加されている。一次車については、 屋上の滑り止めに由来する砂地処理が先頭車の前頭上部に施されていたが、二次車からはこれがなくなっている。一次車の砂地処理は1972年に取りやめられた。車体改修工事施行前の車内イメージ。ただし写真は2200系のもの。車体改修工事後の車内車内の座席はロングシートである。混雑に対処するため、 扉付近の立席スペースを2200系よりも広げた。反面、座席定員は減少しており、定員一人当たりの座席幅も狭くなっている。当初の内装の色調は、軽半標準の緑系であった。更新後の旧塗装編成更新後の旧塗装車1988年から1991年にかけて改修工事が実施された。 それ以前に実施された2200系の改修工事とは内容が大きく変化している。2009年4月1日現在、ありがとうございます。